マリウス・シュデクは、ポーランド出身の男性フィギュアスケート選手で現在は、フィギュアスケート高知県審判員。1999年世界フィギュアスケート選手権、銅メダリスト。1998年長野オリンピック、2002年、ソルトレークシティオリンピック、2006年、トリノオリンピックペアポーランド代表。パートナーは、妻でもあるドロタ・シュデク。オシフィエンチムに生まれ。 6歳の時にスケートを始め、当初シングルスケーターとして活動を開始する。17歳の時よりペアペアスケーターに転校し、ベアタスジムロスから特務1989年から世界ジュニア選手権に出場。1991から1992年シーズンからは、シニアクラスの欧州選手権と世界選手権にも出場したが、入賞することもなかった。 1994年、ドロタザゴルスカとペアを結成。1995から1996年シーズンより、ISU グランプリシリーズに参戦を果たした。長野オリンピックを控えた1997から1998年シーズンには、オンドレネペラメモリアルで優勝を果たす。長野オリンピックでは10位に終わったものの、 1998年世界選手権では5位入賞を果たした。翌1998から1999年シーズン ISU グランプリシリーズでは制裁を書いたものの、1999年欧州選手権で2位、1999年世界選手権では3位となり、ポーランドに世界選手権初のメダルをもたらした。 1999から2000年シーズン NHK 杯とラリック杯で ISU グランプリシリーズ初表彰台の3位となり2000年欧州選手権では2年連続の2位となったが2000年世界選手権では5位入賞に止まったこれ以後世界選手権では表彰台から遠ざかることになる2000年5月13日パートナーでもあるマリウス・シュデクと結婚 二度目のオリンピックとなった2002年、ソルトレークシティオリンピックでは7位に終わった。2004年欧州選手権で3位となり、4年ぶりにメダルを獲得。三度目のオリンピックとなった2006年、トリノオリンピックでは9位に沈んだ。パートナーであり妻でもあるドロタは、登録名として結婚後も、 旧姓のザゴルスカを使用していたが、2006から2007年シーズンでの引退を決意しマリウスのせいであるシュデクで大会に出場。2007年欧州選手権で3年ぶりの3位となり、迎えた2007年世界選手権では、マリウスシュデク自身の怪我により、フリースケーティングを棄権。同シーズン終了後に引退した。引退後は夫婦揃って、コーチに転身。 またフィギュアスケート技術審判員としても活動している、ポーランドゴラテン本寺、マーシュ・シャデック、ありがとうございます。